はい、どうもやってまいりました、フォールガイズ、フォールガイスまあまあどっちでもいいんですけど、今ねめっちゃ流行ってますよねこのゲーム。僕 3D のゲームにめちゃくちゃ弱いんですけど、ちょっと流行りにね乗りまして、このゲームをやっていきたいと思います。これですね、プレステ4のオンラインで、まあオンラインはちょっとお金かかるんですけど、確か9月1日までだったらこのゲーム無料なんですよね。9月1日以降はお金がかかるから、早めにねダウンロードすることをおすすめします。それじゃあ早速やっていきましょう。シーソーゲーム、このコースはぜひ買っていきましょう。あの端っこのロープみたいなんね乗っていきたいよね。端っこのロープ渡れる人ってみんな知ってたかな、れっきとしたね小技なんですよ。でこれジャンプ、いやいいとこいるね僕、よし。でこのまま渡っていきたいけど、ここを渡る、よしこれみんな知らないだろう、僕だけかこれ知ってるのは、この中で。よしこれでジャンプ、あ結構いい線いってるね。よしこのまま慎重に行きましょう、オッケー。これでも失敗したらね真ん中に落ちちゃうから、ぜひみんなやるときは気をつけておいてください。うわこれまずい、結構斜めっちゃってる。ここに行こうか、よし、まあ、42人いたら意外ともういけるでしょう、結構上位だしね。よしオッケー、ここもジャンプして渡ってく。でここで中間ポイント、まあこれ中間ポイントっぽいよね、一回落ちてもここでなんかこうやり直せるみたいな感じと思うんですよ。こんだけ人がいなかったらさすがに行きやすいな。よしでここもジャンプで、もう一度ここに乗ってゴールを目指します。3位か、まあまあな成績ですね。よし OK。 さて次はローラーと回転するホイールに飛び乗ってスライムに落ちないようにしろ。とりあえずこれ落ちなかったらいいってことですよね。了解しました、それじゃあやっていきましょう、ロールアウト。でさっきも言った通りね、僕 3D のゲームすぐね酔っちゃってあんまり得意じゃないんですけど、このゲームはねそんなに酔わないかな。ちょっと見てる方はもしかしたら酔うかもしれないんですけど、まあ、そうだったらごめんなさいね。とりあえずこれ落ちないようにやっていけばいいだけですよねこれ簡単、ちょっと待って、簡単とか言った、いやちょっと待って、よしやべえまずいこれ、僕苦手かもしれないこれ、いや大丈夫大丈夫、よし。これね、あんまり押し合ってたらねやられちゃうから、みんな協力しようね、みんな協力しようぜ。よし、あんまり人のいないところに行って、いやここはここ、よし。でこれ16人落ちたら負けっていうことかな、今10人落ちてるから、あと6人、誰か落ちてくる誰か落ちてくる、もう掴んで落とそうか、掴んで落とそう、いやちょっと待って、そんなことしてたら自分が危ないことになってしまう、ちょっと待って、いやまずい、これ掴んで落としたらねかわいそうだから、ちょっとやめておきましょう、ま、自分もされたら嫌だしね。よし OK、 あと5人か、いやこれ落ちる気配ないな、あんまりみんな上手だな。ここを真ん中に渡っていく、これね最後のクラウン、まあいいよ最後のクラウン取るまでねぜひやっていきたいですね。僕ねピオキング今ユータってなってますよね、ピオキングって ID をつけたらね誰かいたんですよ、え誰。さて次のゲームは尻尾に、タイムオーバーになるまで尻尾を守りきれ、これ僕見たことあります。とりあえず尻尾を守ればいいだけですよね。うーん最初僕は尻尾持ってないか、おっOK、 じゃあここにいるニワトリ尻尾送れ、よしこのまま1分30秒か逃げ切りましょう。まあこれ作戦としてはね、誰か尻尾のついてる人のところに行けばいいと思うんですよね。それかまあ端っこ、この上とか乗れないかな、あ乗れないのかここ、じゃあダメだね。それじゃあこの上らへんにいてね、ここらへんに、あちょっと待って、あまずい、ちょえ尻尾ある、尻尾あるね、尻尾ある、来てる来てる、みんな来てる、あと60秒、そんな離れた場所から取れんの、ちょっと待て、許さね、誰でもいい誰でもいいから尻尾をくれ、尻尾、え誰もいない、いやここいる、くそ逃げられた、ここら辺に隠れておこうか、残り30秒もあるから、待てニワトリ、その尻尾は俺のもんだぜ、どこ見えない見えない、みんな歩き回ってるから逆に動かない方がいいのかな、あ尻尾いた、よし尻尾いた、これ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 やった
やった、あと17秒、逃げ切れ逃げ切れ、うーやばい来てる、なんか来てる、ピンと、ちょっと待って、いやまずい、あと8秒いけます、8秒いけます、よし、ニワトリ一緒に逃げようじゃないか、ニワトリ3、2、1、よっしゃ楽しい残り11です。そろそろね、誰が1位か決める頃なんじゃないかな。ヒヤヒヤロード、偽のタイルに騙されず隠れた道を見つけてゴールまでたどり着け、これで1位になった人が勝利なのかな。クラウンある？あ、クラウンないね。まだここじゃないのか。ここで6人、いや5人か、5人落とすのか。うぅそこ、いやこれはジャンプして渡っていく、もうジャンプ、いやっかやばいなこれ。いやまだね大丈夫ですよね。これ左、ここかな、次はこれ、誰かについていこう。あ、これ右か、そして右、そこダメなのか、じゃあこれ左、あっち右か、こっちか、よし、こっちはまだいける、もうちょっと誰か行ってくれこれね、誰かに行かせるのがまあ勝利への鍵っていうのかな、になると思うんですよ。次が怖いな、いやこっち、じゃあこれ上しかないな、そして左か右かどっちか、ちょっと誰か捕まないで、いやこれまっすぐか、あー押されたいやちょっと待って、いやちょい、うーやばい、まずい、6人、うわ前結構いるな、大丈夫、早く行こう、早く行きましょう、ここで右行って、こっちはこれ右行けるんだかな、行けないかな、なるほど、ちょっと待って押さないで、まずい、落ちるから、落ちるから押さないで、あと1個あと1個、誰か行って、誰か行ってお、左か、ナイス、そこ、あーあーミスった。今回これが初めての動画だからちょっと許してください。それじゃあもう1回戦やっていきましょうか。ヒットパレード、邪魔なものを避けてゴールまでたどり着け。このゲームって意外とチーターっていうのがね結構多い、まあ、無法地帯状態になってるって聞いたんですよね、まあ、確かになんか空飛ぶチーターだったりね、なんか異常に速い人だったりいたりするんですよね。うーいやこれはいい、まだ40人いるからね、まあおそらく急がなくてもきっといけると思います。それじゃあこれは今度押していこうか、左押すな、よし、これついていこう、お、いい感じ、いい感じに道が開いてきてるね。で次はこの穴に入る、うーちょっと待って、うわ前めっちゃいる、大丈夫かこれ、この何、この振り子の玉にねちょっと落とされないようにしていこうか、ここで一旦止まる、 OK、 うわ前めっちゃいる、これ一番右がね安定していいって僕聞いたことあるんですよ、まあ一番右が一番左だね、大丈夫これ、いける、いける、いけた、いけるね、これよしギリギリ。ゲートクラッシュってなんだろう、僕ね今回これ初めてします。とりあえず動くドアを避けてゴールって書いてたから、まあとりあえずドア避ければいいんでしょ、なるほど、そういう感じで来るのね。じゃあ次左行こうか、よし、で次は真ん中出て今度左で待っておくか、うーお前このおはじきみたいなやつ邪魔してくんのね。いや今度真ん中行きましょう、これはね、まあ、このドアとこのおはじきみたいなのをよく見ておくのが大事だね、まあ、30人いたら結構いけると思います。うーまたおはじきおはじき邪魔すんじゃねえ、よしこのまままっすぐ行く、うわ前結構いるな、大丈夫かな、じゃあうーおえこれ落ちるの、うわここ穴あるんだ、分かんなかったな、でこれジャンプ、よし OK、 大丈夫、おギリギリめっちゃギリギリ。さて次はロックンロール、協力してゴールをゴールまで運べ、これ面白そうだね、みんなの足を引っ張らないようにしますか、僕は青、あ可愛い、なんかペンギンみたいペンギンみたい、よしそれじゃあこれみんな運ぼうぜ、これどうやって運んだらいいのかな、ジャンプして、うわ真ん中めっちゃ速くない、赤みんな協力しよう、ここは坂があるからダメなのか、なるほど坂じゃない道を通っていこうか、次左、みんな左ね、よしかわいいこれ、よし行け、あ一番遅い、まずい、真ん中 37% ってなってるね、これいや真ん中やらな、みんな真ん中やらな、みんな真ん中、そうなんか僕一人で頑張ってる気がするけど、よしいいよ、うんいいよ、あこのボール顔がねこのキャラクターになってるんだ、よし行け、一番遅い一番遅い、早く
何をやってんだ俺たちは。いやまだいける、まだいける、あの穴に入れればいいんだ、早く入れてくれ。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。